チャパティチャパティを焼く少女チャパティは、インドパキスタンバングラデシュアフガニスタンにおける、パンの一つ。南アジアからの移民の影響で、東アフリカにも普及している。ロティの一種。直径12センチメートルほどの円形で、薄いクレープのような形状をしている。アーターと呼ばれる全粒粉と水をこねて、生地を作り、発酵させずに薄い円形に伸ばして焼いたものである。 タワーという円形の鉄板などで焼いてから、直火で焼くと膨らむ。タワーはフライパンで代用できるし、直火焼きも一般的なガスコンロでも可能である。また、薄い円形に伸ばしたチャパティの生地を油で揚げたものは、プーリー、同じ生地に油を塗って折りたたむことを繰り返し、薄く伸ばしてから焼いたり、茹でたジャガイモなどの野菜や刻んだ青唐辛子などスパイスを混ぜてから。 少量の油で焼いたものはパラーターという。欧米や日本ではカレーなどのインド料理につくパンとしてはナンがよく知られている。ナンは生地をタンドールの内側に貼り付けて焼くが大きなタンドールを持つ家庭は少ない上、生成した小麦粉を用いるため高級品とされている。少しの燃料とタワーがあればすぐに焼けるチャパティの方が一般的である。屋外に器具と粉、 水を傾向し、出先で燃料を集めれば、どこでも焼きたてのチャパティを食べられるので遊牧民の生活にも適している。粉と水を混ぜてこね平たく伸ばして、焼くだけという簡単なものなので、同様なものは世界各地にある。近年は、日本のインド料理店でも供することが多くなった。屋台や、それに類する小規模店舗では、タンドールの設備がないため、チャパティを供する場合が多い。 逆に大きな店舗で、すでに大きなタンドールがある場合においては、ナンを焼く方が簡単であるため、未生成の小麦粉を材料に用い、ナンの調理法を採用して、チャパティと称する例も見られる。ありがとうございます。